お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、こちらのジャイバーバリアンレイジっていう、いやマジで超ノリ納金ご利用しデッキなんですけど、まあこれをね使っていきたいと思います。で、なんか久しぶりにデッキを作ろうかなと思って、まあ作った自作ですね。久しぶりに。で、まあ特徴としてはやはりレイジが入ってるっていうのなんですけど、これを使ったんですけど、めちゃくちゃ、いや、待てよ。落ち着いて。めちゃくちゃ強いってわけじゃないんですけど、なんか結構悪くないなと思いました。で、めちゃくちゃうまく、このレイジをね、もうレイジのお手本かのようなね、ちょっと使い方が一回できたんで、それをとりあえず見てほしいなと思います。というわけで、こちらになりますんで、ここの時はウィザードを使ってたんですよね。なんかいろいろまずは模索してた時なんですけど、ここのね、立ち回りを見てほしいですね。ここ。まずこれ、初手自分、陣地レイジからの、エリクサーポンプで、多分なんですけど、このエリポンにレイジかかれば、多分その分エリクサーを作ってくれると思うんですよね。多分です。多分確定、絶対ではないですけど、多分その分、そのエリクサーポンプが稼働して、エリクサーをどんどん作ってくれてると思うんですよね。今のレイジもギャングのヤリゴブリンとかタワーにレイジがかかってるんで、相手のラバーパピーとかを早く溶かせる&エリクサーポンプにもレイジがかかってるっていうので、なんかめちゃくちゃお得なんですよね。この、レイジって結構攻めで使うっていうのがまああるじゃないですか。結構。基本的にはね。まああんま使わないかみんな。俺もやけど。なんですけど、意外とこの防衛レイジっていうのが案外ね、強いんですよっていうのを、ただ僕は伝えたいというか、まあ、ただの自己満なんですけどね。この、結構いい感じの立ち回りができたっていう、まあ自己満になるんですけど、まあそういうね、使い方もあるんだよっていうのを知らない人もねいると思うんで、まあまあ知ってほしいかなと思い、自己満タイムでございます。でまあこことかもただのエリアドのご利用しで、まあ、勝ったって感じですね。よいしょ。というわけで、今のはウィザード型だったんですけど、まあいろいろやっててウィザードよりも、まあ、ガゴムレ型の方がいいなという最終結論に至りました。なんで、まあ、ガゴムレ型で、まあ、僕はやっていきたいと思います。まあ、正直ねどっちでもいいです。正直、まあ、ウィザード型の方がいいなっていう時もあるんですよね。なんだけど、なんかやっててガゴムレ型の方がいいなと思う時の方が多かったんで、僕はガゴムレ型でやりたいなと思います。なんでそこは結構ご自由にやってくれればいいかなと思います。はい、というわけで、で、このデッキのいいところとして、ギャングコウモリレイジっていう、この、なんか、2コス3コスが3枚あるんですよね。なんで、ここをうまく使って、カードを回して、エリポンを回します。で、エリポンをどんどん置いていきます。なんで、この、こういう時ですね。このレイジとかコウモリとかを結構何回も使うっていうのはすごい大事というか、なんだろうな。何回も使えます。あ、やばい。いや、でも今相手ザップされたんで、エリポンは守れる。エリポン命なんで。なんで、この2コス3コスをめちゃくちゃ使います。なんで、他はちょっと待機してもらいますね。ガゴムレとか、スパーキーは。まあ、出せるタイミングがあれば出せばいいんですけど、基本的にエリポン命だと思ってください。基本的にエリポン命です。で、ここはちょいとキッズスパーからやって、多分相手ペッカなんですよね、これ。ヤンチーペッカなんですよね、これマジで。ヤンチーペッカなんですよね、相手。で、これ絶対エリキ来るんですよ。エリキ来るから。ほら。いや、ペック来た、ペック来た。これもう追加、ギャング、この相手、このギャング辛い相手。オッケー、殴れ。オッケー、ペックやった。ペックやっつけた。で、これで、相手ザップ打つ。おい。あれ？いや、待て、これ殴るくね？お疲れ。あ、お疲れ。え？そっち？いや、でも、それはそれでありがたいまであるんですね。よし。で、ここは相手ちょっと調子乗った。やばいやって！うい、かっこいい。まあ、戦闘のね、戦闘ババが、ちょっと、身代わりになってくれましたね。で、ここの三がこの防衛はちょっとしたくないですね。ああ、もう捨てます。捨ては大事ですね。捨てます。で、ここ全部捨てちゃうと、結構危ないんで、まあ、スパーキー出して、ほどほどに。本当にほどほどに守っていきます。で、あ、待って。おー、エリポン、ちょっと待って。事件。こんな絵見たことある。
スパーキーじゃない、逆だよ逆、完全逆だよ。で完全逆なんだけど、かっこいいかっこいい。あ、これであれだ、ポイズンで全部持ってかれるやつだ。それな、そりゃそうだ、そりゃそうだ。いや待って、強い、今の見た。いや待って、これさワンチャンくれ、ほら、あ2連スパーキーで、えちょっと待って、すごいことになってる、すごいことになってる。ちょっと待って、追いついた追いついた追いついた。しかも相手あと500だし、俺こっち側にスパーキー出しとけば相手結構きついからさ、あるよな、あるよな。これは防衛ジャイですね、防衛ジャイで受けて、バーバリアンが早く早く前に来て、早く前に来て、君たち、オッケーオッケーオッケー。歩くないこれ、勝ったでしょ。あ、でもこのデッキのダメな点が、あのスペルカレージだけ、スペルカレージだけなのよ。なんでここからの削りがちょっと大変になっちゃうんですけど、頑張ります。もう俺ガゴムネでちゃちゃーっと溶かしとこうかな。オッケーオッケーオッケー。危ない危ねえ、その言うのの突進で処理してくるの。あ、でもこれ勝った、これ絶対勝ったよ。これでもうジャイレージ、はい、で追加して終わりですね。これレージですよ、このレージ、このレージによってさっきスパーキー入ったりし、多分レージ打ったよね、打った。なんでだってこれ見て、普通に考えてジャイスパですよ。ジャイスパでペッカのエレキザップを倒してますから、ポイズン。だって多分これが一番悪い相性までありますからね。でもまあそれにまで勝てちゃうっていうのでね。よし、っていうわけで、今日ラスイチかな、最初のリップネーム見たんで、はい、ラストやっていきたいと思います。いやー、なんか楽しいですね、レイジが楽しい、ただそれだけです。よいしょ、よろしく。てかまあレイジとか来ると思わないんで、それが強いですね。よいしょ、しかも範囲でかいんで、とりあえずエリクサーポンプ置きたいですね。置きたいんで、カードを回してですね。あー、これは同じようにコウモリ回して、エリポン来ないですね。エリポン欲しい！エリポン命です。前半は、コウモリギャング、レイジをできるだけ多く使って、エリポン命でいきます。エリポン命。で、エリポン行った瞬間に、来ても、バーバリアンで守れるんで、OK。OK。で、ここですね。オッケーオッケーオッケー。いいよ。全然いいよ。全然いいよ。よいしょ。相手からしたら、はって感じでしょ。おい。へーい。おいしいおいしいおいしい。おいしい。早く溜まって。ぽい。ぽい。おはあー、幼なじみか、君。俺と。しかもさっきザップ使ったよね。っていうことは、このスパーキーがジャイを殴れば、同時に相手の、あれはやられる。スパーキー。え、待って、やられてない。どういうこと、事件。え、事件なんだけど。え、あ、事件。あー、事件。えちょっと待って、俺の、あれさっき相手、ジャイスパひっついてなかった？なんでまあ、でもこっからですね。こっからですね、っていつも言ってるわ。いや、今のはもったいないな、マジで。今のでおられるのはマジでもったいない。つらい。今のでおられるのはマジ辛い。じゃあもう一回行こう。で、相手は柳持ってたんで。ああ、で、今いい感じに距離開けてんのね、今。さっき開いてたかな。で、ここは、あれです。あの、スパーキーを守るのが大事なんで、ジャイを普通に展開しますね。ジャイ受けして、オッケー。で、あとはバーバリアンとかを割いていいんで。ほら。で、これで、俺のスパーキー残る、まあ、けど、みたいなとこあるな。え？スパーキーそんな HP 高いっけ？マジで。え？ちょ、待って。え？スパーキー、HP 高すぎん？スパーキー同士一発殴っても残るんだ。待って、俺がにわかすぎた、佐藤。いや、これで、こっちに振ります。こっちに振って、いや、ある。オッケーオッケー。で、これでヤナメ使ったらガゴムレ。いや、捕まんのかい！え、めってめちゃくちゃ多いやんって、相手のデッキの方が強いやんみたいになっちゃうやん、これ、おい。え？ちょっと待って。せっかく俺がジャイスパーデッキを、こう、使ってるのに、俺より強いジャイスパー来られたら困るやん。ちょっと待ってくれ。やめてくれよ！ほんとに人の動画壊そうとするやん、この人。え？てか、ほぼ一緒やん。ヤナメザップで、
ヤナメザップでバーバリアン別でしょ。ヤナメザップとレイジエリポンが違うだけじゃんこれ。そういうことやん絶対ね。あのちょっと違う、ちょっと違うけど、まあこれで決まるんだなーっていうやつですね。はい、これ相性悪かったです。はい、2連戦ちょっと運が悪かったですね。なんですけど、まあこちらのねデッキ、まあガゴムレはワンチャンウィザードでもどっちもいいかなと思います。はい、なんでまあレイジが結構面白いなーっていう、ただただまあそんな感じの動画ですね今回は。なんで、まあ、またおもろいのなんか作れたら紹介したいなと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。